ナウリッツ・メルヒオールはデンマーク出身のテノール歌手。本名はレブレヒト・ヒンムル。コペンハーゲンに生まれ、地元の聖歌隊でボーイ・ソプラノとして研鑽を積み、1913年にデンマーク王立歌劇場でのレオン・カバドの道家師のシルビオ役で初舞台を踏んだ。1917年にビルヘルム・ヘロルドに支持してテノール歌手に転校し、 1918年にワーグナーのタンホイザーで再デビューした。1920年にイギリスに渡りヘンリーウッドの指揮するプロムスに出演するなどしていたが、1922年にミュンヘンに行き、アンナバール・ミルデンブルクにワーグナーの歌唱法を学び、ベルリンでもエルンツと現バッ派の訓導を受けた。1926年から、 メトロポリタン歌劇場に出演し、ワーグナー歌手として活躍した。その後、1973年3月19日にサンタモニカにて没した。著名な録音にボダンツキー式メトロポリタン歌劇場のジークフリート・ワルター式のバルキューレがある。第一次大戦後から第二次大戦前後というオペラ歌手の黄金期にあって結出したヘルデンテノールであったが、なぜか日本では 録音が発売されることが少なく、そのために知名度も低く、評価の対象になること自体少ない。ありがとうございます。